週刊漫画売上ランキング漫画紹介 VTuber のムクドリンです。先に言っておきますが、今週全部鬼滅の刃です。解散です。さて、先週の漫画売上トップ10をご紹介いたします。早速ランキングに移っていきましょう。10位から6位、鬼滅の刃9巻、鬼滅の刃10巻、鬼滅の刃6巻、鬼滅の刃5巻、鬼滅の刃4巻。はい、続いて5位から4位に行きたいと思います。こちら、鬼滅の刃3巻、鬼滅の刃2巻、鬼滅の刃1巻、約束のネバーランドということでですね、はい、10位から3位までずっと鬼滅の刃でございます。約束のネバーランド、信じていたぞ。お前ならやってくれるって思っていました。ということでですね、まあ、やっぱ映画効果ですかね。鬼滅の刃の順位がね、上がっていますね。結構今回面白いなって思うのは、5、4、3位とね、関数が3、2、1っていう順番なんですよ。これつまり、結構だから今回の映画効果なのか、まあね、ネットでも鬼滅の刃ブームと言われていますから、それでこう、まあ、読んでみようかなと思った人が多かったんじゃないかなというふうに思います。さて、まあ予想通りだと思いますが、今週の1位はこちら。鬼滅の刃22巻。はい、ということでですね、まあ映画効果というのもあるんでしょうが、鬼滅の刃の22巻、もう何週連続でしょうかね。3、4週ぐらい行ってる気はするんですけど、ほんとね、まあね、ちょっと今年はね、さすがに鬼滅の刃がね、上位を占める年でございましたね。鬼滅の刃といえば、最近なんかニュースにね、話題なんだなぁと思う。キメハラっていうのがあるそうです。これ、鬼滅の刃ハラスメントの略らしいんですけど、どういうものか。鬼滅まだ見てないの？見ようよと押し付けてくる行為、鬼滅がダメな人っているんだって好みを否定する行為、鬼滅がつまらない、興味ないと他人に言えない空気、いやーハラスメントでございますね。まあ、結構突っ込みどころ多くて、どう考えたってさ、鬼滅なんてさ、人が死ぬ話だしさ、なんかこう血もブシャーって出るしさ、鬼滅がダメな人っているんだ、いやいるだろうどう考えてもみたいなね感じですよね。いやーでもね、今時はやっぱりこう、ここまでねマスに響いてしまうと、必ずこうそういう不況的な話っても強くなるし、まあ、好みをね、落ち着ける方ってのも出てきますよね。まあ、僕も大概なんかこれおすすめですよって、まあ、こういうね、漫画紹介のチャンネルやってる以上あるんですけど、やっぱこう、コンテキストってあるじゃないですか。なんかこう、まあ、こいつはこうやって人に物を勧めるタイプの人間だしな、みたいな、そういう前提があったりすると、まだちょっと緩和されるのが、まあ、ちょっとそういうの抜きにして、なんかいろんな世代の人がね、こう、まだ見てないのとかっていう風に話題を落ち着けていく。で、しかも、多分僕ら、まあ僕らというとね、ちょっと見ている方の世代次第だとは思うんですけど、僕がね、多分小学生ぐらいの時って、まだネットもそんなになかったので、まあ要は小学校で学校に行くと、あれ見た見た見たみたいな、そういう価値観だったんですよ。多分今の20代後半以降の方だとそういう世代だったんじゃないかなと思うんですけど、多分ね、そういう世代以上の人はね、なんかこう、これまだ見てないの、ね、共通の話題ってやっぱなくなっちゃったんですよね。多分それこそ本当に昔だったら、こうみんなが同じテレビ番組を見てみたいな時代だったのに対して、まあ現代ってさ、もう同じものを見るってなかなかないじゃないですか。まあ、同じコミュニティで同じものを見るっていうのもあったとしても、まあ大体やっぱこうコミュニティが違ったら全然違うものを見るみたいな、学校とか職場みたいな、そういう共通のコミュニティで同じものを見る行為って、まあかなり廃れてしまったし、なくなってしまった。まあそれはちょっと悲しい面でもあるんですけど、そうなった時にここまでね、社会的なヒットになってしまうと、まあちょっとそういうのが当然出てきますし、昔以上にね、ちょっとそういうのがなんか、やめてくれみたいな。いや、興味ねえよみたいな。こう、世の中で流行ってるとか知らねえよみたいな。そういう感じになっていきますよね。さあ、ということで、来週はね、また多分鬼滅の刃が上位だと思うんですが、一体どんな話題を持ってこようか悩む日々でございます。今週はね、あんまりこう、ランク圏外のやつで面白いなとか読んだやつはなかったんですけど、結構面白いなと思ったのが、順位としてね、面白いなと思ったのが、鬼滅の刃が結構やっぱ、22巻まで全部こうランキングトップを占めている中で、その次に来るのが呪術廻戦がね、結構新刊から1巻までね、ずらーっと並んでいて、ああ、なんかこう、まあ鬼滅の刃ほどでないにしろ、呪術廻戦も結構人気なんだなーっていうのが、まあ今週ランキングを見た感想ですね。ということで、今週の週刊漫画ランキングいかがだったでしょうか？いかがだったでしょうか？もう何もないよ。鬼滅の刃ばっかだじゃねえかみたいな感じですが、まあね、こんな感じでランキングを紹介していますので、YouTube の登録、Twitter などのフォローもよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。またねー。